いや、なんかバリ島さんの蜂蜜は食べたいなと思って、今いろいろ検索したらね、なかなか良さそうなのがあるんですよ。今回はなんかそれを探しに行く旅でも面白いかなと思っております。例えばこんなのとか、またこんなのとか、こんなのとか、まあ、ちょっと場所がねわかんないし、なんか営業時間とかもすげえ適当に書いてあるんでわかんないですけど、とりあえず行ってみようかなと思います。よし、行こうか。それじゃあバリ島旅行スタート。どこ行きますか？蜂蜜を探しに行こうと思います。一緒に行く？はい、行こうか。じゃあ行こうか。はい、ということで、一回アリスガソリン入れるガソリンさん。見える？おそらく見えないね。あ、ほら、こんな感じ。これいいんじゃないですか。こんな雰囲気の話を探している。とりあえずじゃあここ行こう。書いてあるからね、でもね、ちゃんと。ただ薄れちゃった、潰れちゃった。あ、次探そうじゃん。はい、どこか知ってますか、いいところ。多分ちょっと遠い、ギアにある、ギアにある、うん、ちょっとモリモリがある。行きましょう。じゃあ行こう行こう。暑いですね。そうですね。頑張ります。頑張ります。頑張ります。ああ、暑くない？暑いですね。でもなんか、あとどんぐらいですか？25ぐらい。蜂蜜ですね。蜂蜜っぽい。蜂の絵が描いてある。こっちだ。ここですか？お、ここだということで。後で、一回バイク取りましょう。いやー、遠かった。3時間ぐらい、かけてたどり着きました。こちら、蜂蜜。野産なのか。バリ産の蜂蜜を、売ってるよということで、なんかそれっぽいのは置いてありますね。蜂蜜はよく食べるんですか？あー、よく食べます。よく食べるんだ。来た、おじさん来た。おじさん、おじさん、おじさん、何歳ですか？그대가내가물어봐야안보내려는그런물론불러볼게
90歳。おお。それが防護服らしいです。これは危ねえから切ろうという。もうフルフルに足空いてるじゃんね。足大丈夫なんですかあれは。大丈夫です。大丈夫。だけ、下に来ないの。下に来ない。本当に。そうです。男性の普通に今サンダルだよ俺。それは、1ヶ月前もう取りましたけど、そうすごいね。おお。でも大丈夫そうだったね。そうですね。やっていいみたいなんで一回これやってみよう。それじゃあ実際に行ってみようと思います。すごい。ごめんなさい。おー、めっちゃいる。どうですか。怒ってます。でも大丈夫ですね。すごいよ。めっちゃいる。すごい。音がすごい。そっちじゃ聞こえなかったけど、ここにいると音が。うん、そうですね。うん。ありがとう。手に戻し。すごい。すごい。顔の周りだわ。大丈夫。アリくんにもいるよ。わあ。そうですね。楽しいこれ。違う種類はあります、はい、行ってみましょう。それも、うん、そうですね。よし、もう一個なんか違う種類のハチがいるよということなんで見せてもらいましょう。こっちは刺さないよということですね。あれかやさら、ポスワレットサランワレット。おお、ちっちゃいんだね。素手なんだ。おお、すごい。パオ。あか、まあ、すみません。うん。ちょっと酸っぱい。食べたい。あ、うん、美味しい。酸っぱい。酸っぱい、どっちかというと甘酸っぱい。なんか。だろう。結構強い強い甘酸っぱさがきますね。どう？そうですね。酸っぱいね。後ろおっちゃんおっちゃんいっぱい来たもんね。Ah ya, mungkin dia lihat pun mungkin lima tahun aja pokok. Mana ini? Kau jangan. Kau jangan. Muriyo. Muriyo ni kau mahu tiket deh. Kau nak ngai? 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 Kau nak ngai?買うのであればあっちの最初に見た方の普通のミツバチの蜂蜜が30万ルピアで2600円ぐらいで、1ボトルですね。1リットルかな。買うことが1リットルそんな使うんかいって話ですけど、なんでせっかくなんで買っていこうと思います。であっちの最後2番目に見たちっちゃい方ですね、あれはもう別に売ってないから欲しかったらビニール持ってきなみたいな、こうガッてやって、ね、もうそのまま詰めてあげるって言ってました。そんなバリ島です。おじさんの家に行きますね。そうですね。ちょっといっぱいあります。あ、いっぱいあるんだ、おじさんの家にはね。
この家はバリっぽいですね。バリっぽい。そう。ここにもちゃんと蜂の養蜂場といいますか、なんというか豚の横にありますね。コスって感じですね。すげえ。Nah, cara lima, tapi lo lulu vitamin. Next, tapi sebenarnya next star tepung seribu nya. Hai, ということでゲットしました。アクアのボトルに入ってるバリ産の蜂蜜です。これ、500ml ぐらいで30バルピア2400円ぐらいですかね。ですですです、じゃないですか。はい、ということで今回はバリ産の蜂蜜ゲットしました。長い旅だった。どうでした？楽しかった？楽しかったですよ。すごい蜂がいっぱいいっぱいいたね。そうですね。はい、この動画もしよかったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃまたバリ島の魅力をこれからもお届けしようと思います。バリ島の見方、堀でした。ありがとうございました。これも食えようということで、はい、これは何ですか？これはペイエ。ペイエ。ペイエはちょっとなんだっけ、豆？豆だね。豆を使ったお菓子ですね。そうですね。はい、いただきましょう。じゃあ辛いですよ。うん、おいしい。ピリ辛。これが昔刺された時の。出すもん先。ねえだ。うん、これが一番多い時期。そうです。ですね。すごいいっぱい音がすごいもんね。そうですね。うん。時期が。なんだっけ、時期ね、違うんだろうね。何月ぐらいなんですか、これは。花の次第。花次第。そうです。時期があまり花が咲いてないから。あ、寒気の方がじゃあ。そういっぱいなんだね。そうですね。すげえいっぱいいる。あ、うん、豚が育てるところ。豚を育てるとこ。だからこっちはちょっとゴミがいっぱい。豚も見たい。はい、ちょっといいの？どうそれ。匂いがすごいね。匂いがすごいですね。すごいねこれ。多分日本の豚違うですね。いっぱいいるなすね。おいん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 。豚の鳴き声は多いんですか？いや。ごごごこんにちは。おお、すごいな皆さん。元気あり余ってる。皆さんこんにちは。バリトリコの味方、堀です。普通にションペンしてる。おおおおおおお、そうね、そういうこともあるよね。まあ、わかるわかる、気持ちはとても。おおお、こっちには小さいのもいますね。ああ。僕が初めて見た映画はベイブでした。そこにもいますね。